はい、今回のスタート地点はですね、中山バイパス東谷山ですね。今日はですね、12月のね18日、時刻はね4時8分。ちょっと焦ってますがよ。いやね、一旦出たんですよ、異様ですね。で、今日はほらもう4時過ぎだから、もうこれ YouTube のあれはいいなと思って GoPro をですね、置いてきたんですけど、ところがですね、今ほら赤い車が行ったでしょ。ここをですね左折して行ったらですね、あれですよ、もうサムネイルに書いてるからあれ、もう今更こうもったいぶってしょうがないけど、桜島がですね雪をかぶってたんですよ。まあ雪をかぶってるっていうか、こう雪がこう張り付いてる、いわゆる初冠雪ですね。おいで慌ててですね今ねあれを取りに行って、 GoPro とそれとこの IC レコーダーですよ。はーいたいや、家に着いてからですね、車を道路渡り止めて走ってペペペって来たもんだから、そっちの方でねあれが、こう息が切れるんじゃないんだけども、ちょっとねあれですよ、なおさら興奮が、あれしたっていうとこ。アプリで調べてみたらですね、現在でですね鹿児島4度でしたがよ。4度、4度ちったら寒いです、やっぱり。それでですね、信号がなげなと思って待ってるんですけどもね。はい、ここ左行きますよ。いや、これでもですね、他の人から見るとですよ、これで関節って言うかもしれんけども、いや、関節なんですよ、鹿児島の場合。ほら頂上付近、いや全然知らなかったですね。朝のうちだったらもうちょっと白くなってたかもしれませんね。やっぱりでしょう、溶けるでしょう、太陽でね。ということはあれですよ、今日はねテレビを全然見てないんですよ。もしテレビをずっとつけとけば、民放の時は必ず初冠雪は言いますからね。ほんでトップカットがそうですよ、多分桜島のこの頂上付近が、左側がですね少し白くなってる、右の方はですね今ちょうど活動してる南岳の方かな、だからあっちの方は、地温は高いはずですよ。だからあっちの方は早く溶けて、で左側の頂上の左側はですね、あっちの方はほらそんなに、地熱っていうんですかね、それがね、高くないと思います。せーのですよ、せーのせーの、まあ、夕日を浴びて、まあまあですね、まあ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 ですね。あれ霧島側か見たら結構白いのかもしれませんね。ちょっとカメラを左に向きましょうかね、こんなしてね。あら、カメラがいいやつだね、いやいや本当ね、何度も見たいですね。これがね鹿児島のね初冠雪っていうことは、雪はあっちの霧島側からのこう風でこう桜島にぶつかったという感じですかね。せっかくですからね、このままマリンポート鹿児島まで行ってみますね。よいしょよいしょよいしょ。ほんと寒かった。そしてあれですね、やっぱり寒いとね外に出たくなりますね。ね、出たくなくなりますね。で今日はですね、あれちょっと一つ用事と、知人のところに行かんないかん用事があってですね、それともう一つは
北山、いつも行きますよね、ホームセンター北山、あそこで、それで、ホームセンター北山、あ、ここからだと、ほら、ちょっと左側がちょっとあれでしょ、白くこう光ってて、なんか、え、ここ、何っていうような感じですよね。右の方の様子に桜島の全体が見えない状態で、ここからずっとこう行くとですよ、いつもの桜島の稜線なんだけども、やっぱそこに雪があるだけで全然違うものに見えてきますよね。ヤッホーですよ、ヤッホー。だからその知人のところに行く用事がなかったら、もう北山明日に回すところです。これですね、見えない力が働いてるっていうか、まあ勝手にそう思ってますけどもね。だからこの動画は今ね4時15分だけど、ちょっとね、あれには今日の6時のやつにはね間に合わないけど、どうしようかな。明日の朝にあげましょうかね。ここを右に行きますからね。それでですね、普通の、動画っていうんですかね。話は変わりました。話は変えました。撮ってから撮影したからどれぐらいで上げるのかっていうのがあるかもしれませんけども、今のところですね、あらまた信号ですね、今のところですね、早いのでですね、1週間、うん、いや、もうちょっと早いのあるか、早いのはね、まあ3日4日で上げるのもあります。だけどまあニュース性のある動画っていうのはほとんどないですから、まあいつ上げてもいいわけですよね。だから順番でいくとですね、早いので3日、遅いのはね2週間以上かかります。だから順番待ちですると、今日ですね、桜島がですね初感染しましたよっていうこの動画はもう年明けになるんですよ。でもね、ニュース性のあるやつはこう早めに出しますね。でこの前ニュース性のあるやつはですね、まだこれ編集もしてないんだけど、慈眼寺公園に行ったんですよ。あ、慈眼寺公園ですね。その慈眼寺公園のですね、どこって言えばいいっけ、入り口、昔からある慈眼寺公園っていうかな、あそこはどこになるんだっけ、谷山駅に近い側、指宿スカイラインに近い側って言えば分かるんですかね。そこのですね、樹木がですね、それこそガバーってですね、伐採してやったんですよ。でそれはですね、理由はあれです、何ヶ月数ヶ月前にですよ、どっかの樹齢、何十年か100何年を超えてるか分かりませんけど、そのイチョウの木の枝が、折れて、でその下で作業をしていた校長先生が亡くなったっていう事故がありましたよね。であれを受けてですね、まあ私の推測ですよ、あそこに、たまたまその慈眼寺公園に来ていらっしゃった、方もおっしゃってましたけど、そのあれで要するに全国の、公園とか、そう、まあ名所旧跡も含めてかもしれませんけども。中が空洞になってて、いわゆる危険を伴うような、木があったらもう今のうちにそれを伐採する、伐採っていうんですかね、何ですかね、切るようにっていう
あれが指示が出たんじゃないですかね。でそれを私なんかほら、最初知らないわけ、パッと見ただけでこうなんか、その次元寺公園が明るいよなっていう、あれから見てみたらもうすぐバッサリやられてるんですよ。もうその時は最初はそうですよ、バッサリやられてるっていう感じですね。こういう表現しかないっていうぐらい、ほんでもう、無残な感じになってたんですよ。それで、話をしているうちに、あの実はですねって、その、そこにいられた言い合わせた人が、こういう事故があったでしょうって、あれから見たいですよっていう話をして、だけどやっぱりそのほらこういうニュース性があると思うんですよね。亡くなったから方が犠牲になった方がいらっしゃって、おでこれそれをあれして、こっち、今その伐採することによってその、次元寺公園で起きたかもしれない、事故を未然に防ぐとかですよ。でそういうのがあって、そしてもう一つはですね、その今はこう伐採されたって私は言葉を使ったけど、あの植物っていうんですかね、木なんかがですね自己再生っていうんですかね、切られた後、もしくはその今まで、うっそうとした林だったようなところをこう、がバッとこう明るい、そういうところに明るい太陽が、あの今まで刺さなかった苔しか生えなかったようなところに太陽がバッて刺すとですね、新しいなんかこう、芽が吹き出てくるんですよ。その今あの同じイチョウでも、イチョウじゃない、あのモミジなんかでもですよ、これまではそこでずっと、まあ何十年だか、まあ、100年を超えるのもあるのあったのかな、まあそれは分かんないけど、要するにそこで長いこと、生えてたいわゆる古株がなくなったら、去年とか一昨年に落ちて、本来はもう太陽の光を浴びずに、そのまま、成長が止まって、命を終えたかもしれない、若葉っていうんですかね、若い木がよしたということで、今度は俺がこの辺りをずっとこう、綺麗なあの枝ぶりになってやるっていう具合ですね、パーッとこうねすることもあるんですよ。だから、その日はね、あの2つ動画を撮りました。1回はそのショック編、うわーショックやれーっていうやつの動画、それからもう一つは、だけどこの現状を今は撮っとこうと、今はこうちょっと悲惨な現状なんだけど、何年か後にはあの時切ってよかったんだよねっていうようなですね、そういうあの映像2つ撮ったんですけどすいません話長くなったけど、まだ開けていませんがよ、これはね。だけど、あそうか、これ早めに上げるから多分そっちの方が後になります。あれでしょうなかなか進まないでしょう、あのマリンポート鹿児島でまではですよ、さっきの、交差点から400メーターぐらいしかないんですよ。だけどもほら、こんだけね時間が経つんですよ。これが要するに鹿児島がね慢性的なね、あ今日は日曜日でもあるんですけどもね、日曜日でもあるんだけども、だいたい似たようなもんですよ。慢性的、本当にあの循環系統っていうんですかね、体でいうところの、それがね、あの鹿児島の場合はあの、都市計画が悪かったものじゃなくて、多分あの昔からの、道路225号線とかですよ、ま、鹿児島の地理的なあれかもしれませんね。3号線からの本当、入り口っていうな、いや3号線から熊本あたりからの入り口っていうのはもう大体国道3号線ですね。で宮崎方面からは10号線でしょう。だからねこうねあれですよ、あのちょっとワイパーかけますからね。
そこにもそういう土壌のところに、いろんなこう団地がこうガッ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 ってこう立っていったもんだから、なかなかねこのいわゆる血液でいうとこの大動脈、それからその正常大正大正常膜っていうのけ、それがごてごて今あったっていうあれなんでしょうけどもね。だけどあれですよ、あの北バイパスとかですね、それからあの田上の地下トンネルですね、そういうところがですね今こうギャン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 工事が進んでますからね。と言いながらね、左でねキッキッてこう桜島を見るんですけど、さっきあの見えてたあの私があの綺麗だなってでしょう、稜線の左側あの辺にねまたね雲がかかってきてね、絵的にはねあんまり良くないと思うけど、でもこれ現状ですからね、あの待ちませんよ、その要するに雲が綺麗に、晴れるまで。あ、向こうのほら大隅の方が今日は綺麗に見えてる、大隅半島ですよ向こうはですね。ほんでそれじゃ後ろから車は来ませんので、ちょっとここでねちょっとね曇り空だけど、はい、桜島初冠雪すいません一人で乗ってますけど、はい、こういう状態ですね。はい、あれはまた続けますよ、あのあとね、今17分だからもうちょっと続けようか。あれですよ、あの今日はそのまあこれだけほら、桜島の初冠雪だけをね、撮るあれで来てますからね、あの何か皆さんにお知らせがっていうのはあんまりないんですけどね、ないんですけどないなりにですね、あの来年の、からっていうやつですね、あのまあ動画の後でまあいいか、あのあれ、ですけど新しくですねキャラクターが増えそうですがよいやいや、これまでもほらあのいたんだけど、これからのあのあれはですね、今までは脳内住民だったんですよ、もうこれあの私が、私なんか小中高、それからまあ大人になってからもだけども、知り合った個性的な、人先輩、それから女性、それから社長、向こうの商売の時に接する社長とかですね、それからそのそこの部長さんとか、そういう人たちをイメージして自分がこう、言ってたんですけど、本当はですね、自分の友達、男友達ですよ、あのそれとその女友達はいませんけどね、私はね同級生にはね、ただあの同窓会なんかにこう来てくれる女性がいるんですよ。でそういう人たちがですね、たまにこうと話こうたまに話をしたり、それからそのまあ男友達の方はこのおまかせテレビを始めてからですよ。わいやよ、YouTuber やったっちね。君は YouTuber なんだってね。っていう話から、いろいろこうして。ほんで、鹿児島はどうかとか、とあの、そういうとかほら、鹿児島の桜島がレベル5になった時があったでしょ。ああいう時なんか本当にですね、心配してですよ。あの大丈夫や鹿児島って、なんかテレビを見れば明日か明後日大噴火するように、な感じだけどっていうような電話をね何人からからもらったんですよ。でその中で、私がこう、まず毎日は見てないと思うけど、たまにこのドライブ動画とか歩き動画を見て、あいや面白かったよって、まあここはあのこういう言い方をするんですよ。あのカゴマベンアス感じですね。あれ面白かったよって、
で、あそこは何変わったんだねとか言ったりするわけです。で、その中にですね、時々こう、私にこうアイデアをくれたりするんですよ。あそこを移転すればよかけって、私あそこどうすればいいって聞くと、そうね、俺だったらとかですね、県外目線で見ればとかですね、言うです、あれ言うんですよ。鹿児島にいた頃は気づかなかったけど、今この県外目線で見るとこうだよなっていうのを言ってくれるもんですからね。だからそういうキャラクターを新たに取り入れてですね、ほんでそうしないとですね、私だけのこう発想でやってるとね、なんか面白くないんですよ、私自身が。で、彼らはですね、私とはまた違った思考回路を持ってますから、彼らの全てがいいっていうわけじゃ、私はそうだと思うわけじゃないんだけど、ここ左行き、もうちょっとまっすぐか、もう北山に行こうかな、北山に行こうか、北山に行きます。もうちょっとね、おいで、そういうね、彼、友人と、同級生の女の人あれですよ、75になってもですね、同級生の女の人にはですね、女の子と言いますいや、笑ってる人がいるかもしれないけど、皆さんそうなるって。そういうことでですね、来年に向けてですね、いろんなことをね、考えてるしやりますからね、ということですね。ちょうどほら前に見えるかな、黒に白に白地が、あれが北山というところなんですけどもね。はい、ということでですね、今回の動画は、桜島は良かったでしょうけどね、後がちょっとグダグダだったですよね。はい、ここでお開きになります。ありがとうございました。